はい、皆さんこんにちは、シスです。こんにちは、トイックです。よし、火力戦行こうか。あ、今日はね、火力戦クリアを目標にして、もうかなり連続撮影してるからね、もうそれはもう結構やったよね、うん、さあ、どうなるか。お、待っておったぞ。やはりこの船のエンジンが火のクリスタルの力を吸い取っているようじゃ。オッケー、行ってくれるか。よし、止めようか結構軽いな。ここから中に入ることができる。だが気をつけろ、中には魔物が入り込んでおる。頼んだぞい。よし、またザル警備だったんだな。倒したるわ。さあ、駆逐していこうか。オッケー。あ、世界地図じゃないや、これは前回トイックが間違ってた世界地図だただの飾りだったわな。あ、なんか敵出ねえじゃん。おー、なんか、近代チックだな、おい。なんかいきなりさ、うん。すげえ近代的なとこに来たけど。あ、ミスルの小手。おー。やったー。でも一個、あ。バッツが装備するかどうかだな。暗闇にする敵が出てきたら装備した方がいいかもな、銀縁は。そうだね。まあ、とりあえずミスルの小手で。よーし、危なかったね。もう一個買ってたらミスリの固定早速ダブルとこだったね確かに。できるだけね、アイテムは回収していきたいね。先制攻撃のチャンス。お、よし、殴れ殴れ。これ殴っちゃダメだぞ。え、なんで。あ、癒しの杖か。杖、おじいちゃん杖。あー、そうだ、なんか言ったな、こんなの。見てろ。いや、ちょっと待ち、シバシンの力。2体しかいないんだからMP 節約してこうぜ。ダイヤモンドダスト、つえー、おじいちゃんつえー、おじいちゃんじゃねえやファリスさんつえー、いいねファリス、安定してるな。いやー、シバつえーな。いや、なんかさ、いけるとこいっぱいあってさ、わかんなくなりそう。とりあえず一つ一つゆっくり見ていこう。うん、左下行ってて、あ、これ迷いそうだな、俺地図読めないんだよねあ、いすぎじゃね、敵に敵多いな。シバシンの力、ダイヤモンドダストすげえお世話になってるな。強いよ。わあ、ファリス、なんか今までさ、ファリスさ使えない子っていう立場だったのにさ一気に主力。いや、シーフで火力が2アビリティポイント入ったな。うん、結構敵も、あ、まあ4体もいたからな。一方レナが使えない子に、いや、使い方考えてあげよう。お、エリックサード、よし。左下が割ったから、あれ、ここの宝箱を、よし、お、両手持ち覚えた。よし、これでこれから俺は魔法剣士になる。おお、よし。本当はね、バーサーカーするんだったらね、両手持ち覚えたバッツとかが良かったんだけどね。ああ、そうなんだ。へえ、そう、あのね、攻撃力高めたいんだったら、このね、両手持ちっていうのがおすすめなんだ。あ、両手持ちで攻撃力が上がるやつなの？そうそうそう。まあ、ちょっと見てみるとわかるよ。バリア。で、これで、これ？うん、これは攻撃力が2倍って書いてあるでしょ。一振りの剣、刀、斧を両手で持つ。攻撃力が2倍？うん、その代わり、両手で持つから、盾は装備できなくなる。ああ、はい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 、防御力が若干犠牲になる代わりに攻撃力上げるってことだね。ほら、攻撃62って書いたんでしょ。ほんとだ。しかもあれか、あの魔法を使うと武器に魔法が乗ると、うん、いいね。なんかちょっと見た目嫌いだけど俺あ、なんや、アラビアンっぽい、アラビアンっぽい入れちゃったね。レナがアラビアンか、可愛かったよ。お、そうなんだ。レナは何やっても可愛いからなすげえひいきめこ
コテージを手に入れた。宝箱に入ってるコテージってどんな大きさなんだろうな。確かに。下から行こうか。あ、上と下どっちが正規だったかな。やべえ、弱点がわかんねえ。なんだこれ。あー、はいはい、すごい。ラマで使いんで、ラマで。そうそうそう。魔法、なんか買ってない魔法とかできてんじゃない？今抜けがあったってことは。あ、そういうこと？魔法って全部買ってる？買ってると思う。買ってないよね。買い忘れがあると、後々面倒なことになるから。まあ、今度カルナックも取ったときにちゃんと買っとこうか。そうだね。てか、攻撃力高いバッツ、見てなかった。え、見てなかったってね。めっちゃ高いよ、330。高えな。高えなって言ったそばからガラフがそれを上回る攻撃力で敵を倒した。いいね。これでレナが白魔導士になったら安定はしそうだね。あれ？下じゃなくて上から行く。なんか正規ルートっぽい。上の階に移動しました。あ、これ正規ルートっぽいね。ちょっと戻ろう。まあ、こうやってうろついてる間にね、レベル上げもできればいいからね。危なかった。よし、エリサー。大盤振る舞いだな。あ、なんかここが後で来るとこだな。なんか上から下に帰ってくるような。うん、そうかもね。で、2階と。うん。え？ 2 階？俺ら船の下に降りてきたんじゃなかったっけ？ 2 階っていうか、なんか屋根裏っていうか。すげえ広いな、この船。うん、ずいぶん高い位置に気がするな。さっきの下のマップが丸見えだからな。うん、確かにね。なんかいいね、ちょっとね。うん。スカートとか履いてたら全部見えちゃうじゃん。おい。いや、そこにいいねって言ったわけじゃないよ、今俺。ああ、そうそう。そういうことじゃないよ。そう、こういう構成がいいねって話よ。でもなんか今、レナスパッツみたいなの履いてないか。あれ、でもミニスカじゃね？あれ、ミニスカか？うん。絶対領域見える。俺には絶対領域が見える。レナの絶対領域が見えるよ。いや、お前、そういうこと言うなよ。お、両手持ち強え。すごいな。魔法剣使うまでもないな。おー、いいね。また出てきた。なんか嫌な予感がする。嫌な予感がする。嫌な予感がする。やっちゃったね。てぶりーん。まあ、殴ってなかったからいいけど。アンデッド来ねえかな、アンデッド。アンデッド来たら確かにな。ね、めっちゃ強いのにね。間違っても問題ないけどな。お、魔法剣士強え。魔法剣士っていうか、両手持ちが強えな。そういうことか。お、召喚レベル1。いいね、いいね。上がってきてるよ。順調じゃないですか。これは、横はいけないとね。よし。お、さらに上？下でした。あ、これトイック持ってたな。おい。ただいま。戻ってきた？戻ってきた。オッケー、続けようか。大丈夫？おう、なんかね、うん。今、電話の方でなんかあったみたい。ああ、そうなんだ。固定機の方が。電話がかかってくるとネットが落ちるとかさ、すげえ昔じゃん、お前。え？え、なに？電話がかかってくるとネットが落ちるんでしょ？もう、いや、かかってきてはないんだけど。懐かしのダイヤルアップじゃん。違う。なんかね、電話機のある方のコードと、違うね、誰かがね、ほら、お前、うちの構造わかるじゃん。わかるわかる。トイレのね、近くを誰かが歩いたりするとね、うん。回線が途切れる。大丈夫かよ、それ。だから、例えば俺とお前がなんか部屋の中にずっといるときはいいんだけど、
どっちかトイレ行ったりすると回線が切れるみたいな。そうなんだ。最近気づいた。ややこしいだ。今なんか親がその辺歩いてたからそのせいかもしれん。あ、で、画像共有いい。あ、待って、ここで、そう、作業してると死ぬ。ちょっと待って。なに、お前、進んでたの？そうか、トイック今、画面見えてなかったのか。うん。いや、なんか俺ずっと今停止してるもんだと思った。あのね、進んでます。しかもね、戦ってます。ちょっと待って。いや、音は聞こえない。あ、ばい、敵が回復した。またかよ。違う。氷のロットで殴ったらさ、よし、今ちょっと画面共有するから待って。おーし、見えてる？あ、見えた。オッケー。頑張れよ。もっと頑張れよ。あ、まずい、また回復してしまう。俺の方だ。お、え？あ、狙った通りよ今。予想通り。あ、さすがレナちゃん。いや、今のところうまい感じでカットするとね、おーみたいな感じになる。すげーな。ここまでいけないと。まあ明らかにあれ逆回転させないといけないってことだよね。ん？今何が起こったの？ん？あ、こっち下行けないのか。勘違いした。だからそう、下りだったからでしょ。はいはい、出てきましたと。こっちは何もないから。ここ、取りに来れんのかな？まあ、いっか。大丈夫だった。よし、上に上がって。ちょっと多分上から落ちてくる系かな。ちょっと気にしとこうか。俺はお前が、俺が見えてない間になんか進んでたから、マップがどうなってるのかさっぱりだ。あ、そう。そこはね、トイックの記憶でカバーしてくれ。こんなところまで覚えてねって。あ、これ取れるんじゃない？これで。え？わぁ。やばい、迷った。行けるところたくさんあんな。今のはどう釈明するのかな。あれ、まずいぞ。まずいぞ。レナが1点目にポルターガイスト殴ってたらよかったんだけどな。いや、まあ、今のとこカットしてるから関係ねえし。さあ、ダメだろ。カットポイントじゃないだろ。バレてないよ、まだバレてないよ。よし、アイテム回収しようとすると覚えるの大変だな。え、どうなってんのこれ。俺行ってこっち行けないの。おー、行けないんだ。お、グリーンベル。へぇ、グリーンベレーって、なんだっけ？敵魔導士と、魔導士系が装備できたんじゃないかな。え、自衛隊とかじゃないの？違う。そんなジョブないから。あ、今、一番上にあった。エリクサーの下。モンク、シーフ。青魔導士、赤魔導士。あれも装備できねえ。はい、装備できない。で、ここに戻ってきて、あ、やっぱこうなったな。もう一回上がって、あれ戻るの？で、一番右かな。下の4つの入り口には入んないね。あ
れ今戻された。うん、あれじゃあ上か。え、4つ入り口あったっけ。え、下になかった。あ、ちょっと待って、行く行く。あ、これ入り口か。うん、わー、よし、見て覚えろ。 100% 無理じゃん、今の覚えんの。あ、待って、あの宝箱の前に落ちてくるんだ。なるほどね、正解なら。オッケー、まあ順番に入るしかないよね。さすがに見切れなかったわ。来た。違う、違うし、これはめんどくさいな。あれ、どっち行けばいいの。こっちか。あ、そっち行っちゃうと進んじゃう。ここセーブして、なんか事故で死んだら嫌だからセーブしないんだ。とりあえず次、あんまり保険とかかけない人だね。今のカットだから。あ、ごめんね、出してたわ。よーし、ピーって入れてよ、ピーって。お、来たんじゃない、来たんじゃない。よーし、来たー。盗賊の小手、アシーフかな。これ盗む確率が上がったんじゃなかったかな、多分。入ってない。あ、盗む確率アップ、シーフだね。おい、当たってた。どこ行けばいいの俺。え、さっきのセーブポイントのところ戻り方がわからないです。あ、まずい、敵になった、まずい。してる、芝が来たら死ぬ、芝が来たら死ぬ。あぶねえ。パリスにあそこでさ、芝神を唱えられたらさ、俺は大変なことになってたわけなんだ。そういう時は味方で殴るといいよ。死ぬじゃん。あ、でもさ、おじいちゃんが今無境ないから、見境がないからさ。あ、それは当たらいかないと思う。あ、そうなんだ。てか、レナが殴ればいいはず。癒しの杖で？よし。ほら、来た。魔法バリア覚えた。なんだっけな、魔法バリア。とりあえずレナを、ちょっとレナの職業変えよう。軸はね、ちょっとね、あんま使う機会なかったから。ボス戦では役立つスキルがいっぱいあるから。でもまあ、とりあえず白、回復を安定させるために白魔を入れて、まあ、せっかく覚えた時空を入れとこうか。うん、とりあえずスローとヘイストが使えるんだから。ここは入れといた方がいいな。そうだね。あれ今癒しの杖にした。あれさ、魔法剣士がさ、全然、あ、今あ、レベル上がったばっかか。魔法剣士のアビリティ確認してみようか。これがなんだ、瀕死状態で自動的に、あ、魔法が効かなくなるんだ。へえ。完全に通さなかったかどうかは覚えてないけどな。何してんだよ。よし、あと一個かな。あれ戻れないじゃん。やばい、戻り方が本気に分かんない。どうすればいいの。え、何、戻らないじゃんって。今2階にいるのに1階の扉に入ろうとしてたの。あれ、下の扉だった。うん、ここが。違う、さっきさ、下の扉入ってたじゃん、言ってるから。それ戻ってない、大丈夫。え、わかんない、本気で。迷ってる、今俺。今、右に宝箱開いてるのあったよね。え、これ戻ってる？できてる。これ戻ってる？うん、戻ってきてるよ。カット。
なんか俺らめっちゃ強くなってない？え？めっちゃ強くない俺ら。まあそれはボス戦で同じセリフが言えるかどうかだよ。死人が出ずに勝てて初めて強くねって言える。今までさ全部苦戦してるからね。うん。最近のボス戦はだいたい死人がいるからな。死人なしで勝ったことない気がするんだけど俺。あのサソリまでか。ああ。死人なしで勝てたのは。そうだね。よし戻ってきました。長かった。大丈夫、正しいの覚えてる。え、あ、まだ入ってないのに入るわけね。そうそうそう。え、来たしここ。うん。よし、またまた戻ろう。カット。よし、行こう。いやカットカットシスの学習能力がやばい。よし今のカットしてるからきっと大丈夫。もう何回目だろうって。よーし進むでー。さあやっとここに戻ってきたね。ん？あ、それ使うなよ。よし、危ない。スタートに戻るとこだった。右下に宝箱あるからどこに繋がるか分かってたよな。これよし、じゃあとりあえずここで切ろうか。うん、ボス戦は次回かな。そうだね。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、またです。